さあやっていきましょう。カズマルによるシングルゲーム解説。今回は北高アンチの立ち回りをお見せしようと思います。まず第2アンチが決まって北高アンチだったんですけど、この時絶対にしたいけないことは、そのアンチが決まって北高になった時にすぐにその北高の中に入ってはいけないことなんですよ。なんでダメかというと、北高の中に入ってしまった場合、次のアンチがもし外れてしまった場合って移動が難しいんですよ。それに結構北高だと先入りをしている敵が多くなるので、もしそのマンションとか新マンション、まあ、例えば L 字とかに車を止めたとしても車が守れる確率が少ないんですよ。なので今回は第2アンチで北高になったとしても、アンチの際に入りつつ次のアンチを待つって感じです。これが一番安定します。この時に回復が多めに持っている人は4ターン収縮まではアンチ外で耐久していいと思います。ただ止血アンチまで耐久するのは絶対にやめましょう。なぜなら北高アンチはもうほとんどが耐久勝負なので、止血アンチまで耐久してしまうと耐久勝負の時の分の回復が少なくなってしまうので、止血アンチは絶対に耐久せずに4ターンアンチでアンチ入りをするようにしましょう。この時もなるべく接敵はしたくないので、アンチ収縮と同時にアンチ内に入っていくって感じですね。今回は海岸に車を止めに行きます。この時に敵がもしいた場合は一旦別のポジを探して、もしその取るポジがなかったら潰していいと思います。潰すことによって敵の回復も取れるので、さらに終盤の耐久での勝てる確率が上がると思います。そして次のアンチが決まって海岸にポジ取りしたんですけど、この時に正面の岩に敵がいたんですよ。なので一回車で牽制をしに行きます。確かこの時に潰す動きをしたと思います。一旦牽制するんですけど、敵も結構車を出してくるんですよ。そうですね、車出していきますね。この時に自分は見てるだけだったんですけど、敵が結構前に出てきたので、ここは一旦車を回していきます。そしてこの時に一回避けたんですけど、この敵を見せてしまったんですよ、ここで。なので今回はあの敵を潰しに行きます。そしてしっかりと一旦車を動かして岩に止めて倒しに行きます。ここで綺麗に潰していくと、素晴らしい。ここで潰すことによって回復と車もゲットできると。そして収縮まで早送りしたんですけど、この時に包帯アンチ耐久しようかアンチに入るか迷ったんですけど、今回は包帯アンチを耐久せずにアンチ利用していきます。まあ、正直包帯アンチ耐久して良かったですね。これは周りに敵もいなかったので、ただ今回は確かこの時に自分は体力の最大値をなるべく高めたかったので、今回は包帯アンチをアンチ入りした感じですね。そしてしっかりとアンチ外もまあ少し索敵しつつ回復をしていくと、この時にアンチ外でシャモンがしたんですよ、ここですね。なのでアンチ外の敵は体力が少ないので潰しに行く動きをするんですけど、今回は一旦避けてまたアンチ外に入っていきます。そしてまたアンチ外ダメを食らってしまったので一旦回復するって感じですね。今回あの大将の敵が自分の岩に来るんですよ、ここですね。なのでしょうがなくここは潰しに行きます。ただ今回敵の体力はそのアンチ外から入ってきたので少ないんですよ。なのでここはなるべく早く潰したかったって感じですね。敵に絡めて倒していくと、今回は勝ったんですけど、岩とか地形がデコボコしている場合はその高低差が高い方がヘッドラインとかも合わせやすいので、なるべく接敵をした場合は
その高低差を意識してなるべく高い位置で戦うことによって、そのヘッドラインも狙えるので有利に立ち回ると思います。そして今回海岸の岩から自分が撃たれたので、ただあの物資はあさりたいので、ここはしっかりとスモークを焚いてあさりに行きます。それでしっかりと回復優先でここは手を打っていきます。回復はスモークですね。スモークは本当に優先的に取っていきましょう。そしてそろそろアンチ中が来るんですけど、ここで大事なのが移動するタイミングなんですよ。理想の移動タイミングとしては、このアンチが収縮しきったと同時にアンチ入りをすることなんですよ。どういうことかというと、このアンチが収縮しきって次のアンチが決まった瞬間にそのアンチ内のポジションを取りに行くことなんですよ。ただこれができればアンチ内に入れていれば、その車は最悪守れてなくても全然北高なので立ち回ることができるんですよ。なので次のアンチじゃない、このアンチが収縮しきって次のアンチが決まったと同時にアンチ入りをするのが理想です。そして移動していきます。そしてしっかりとマップも見て移動していきます。そして次のアンチがそろそろ決まりますね。ここちょっと時間稼ぎをして、次のアンチが決まった瞬間にポジション取りに行きます。ただこの時少しアンチが外れてしまってるんですよ。ここ非常にもったいない。これはダメな例ですね。今回キューマッションがアンチに入ってたんですよ。なのでもう少しあと数秒速移動していればキューマッションに車を止めたんですよ。ただ今回ここのコンテナギリギリアンチに入ってません。しかも車裏もアンチに入ってないんですよ。これは非常にまずい。そして周り遮蔽物なし、非常にまずいんですけど、こっからしっかりと勝っていきます。そしてこの時どうしようかと思ったんですけど、その別の角度というか方向からその敵が来ないかの心配と、あとどういうルートでそのアンチ内に入っていこうかを考えたんですよ。あの今回はこの一回スモークを焚きつつ、コンテナから一回出てその別の方向からアンチが入れないかの実験というか試しをしていきます。今回キューマンションの敵が自分の方向を結構見てきたので出るタイミングが難しかったんですけど、ただ今回時間も残り少ないので早めにコンテナから出たいところでしたね。これはそしてスモークが消えたんですけど、ここは一気に脱出していくと。今回は倉庫の方に移動して別の方向からアンチ入りができないかを試すんですけど、確か全然変わんなかったんですよ。一回倉庫に行きます。ここで倉庫に行ってどういうルートやるか考えたんですけど、ただなかなかいい考えが見つからなかった。そこで一旦車に、屋根はコンテナに戻って、そして収縮も来たのでありったけの奥を全てアンチ内に入っていきます。今回道路がアンチ入ったんですけど、遮蔽物じゃないのでもしその道路に伏せたとしてもいずれ死ぬんですよ。なのでここは一気にアンチをしていきます。なるべくスモークの中を通って敵の位置をバレずにキューマンションまで到着していくと。そしてここで敵がやれてるんですよ。なのでその隙を狙って自分はこの車の隙間に入ってやり過ごします。奇跡的にアンチができました。そしてここで医療が上がったんですよ。素晴らしい。そして敷き詰まると、これは勝っていきたいところですね。そしてアンチも寄っている。これは素晴らしい。そして残り8名。もうこの時にその外にいるよりも車側にいた方がバレたと思ったので、今回は車側でずっとやり過ごします。この時村幕はもう全部使い切ってたので、今回は敵の死体からキーボックスと取って今車に乗っているって感じですね。そして収縮が来ましたね。そして裏から敵が走ってきましたよと。ただ今回敵はマンションの中に入ったので自分は安全と。ただこの位置はアンチ入ってなかったので
今回はその人の国もなかったので伏せてアンチ移動していきます。ただこの時210の方向とかに敵がいなかったのは少しラッキーでしたね。そしてここでもずっとやり過ごしていきます。正直収縮まで何も起こらなかったのでここはまた早送りしていこうと思います。そしてしっかりと耐久のしやすい設定にしてドリンクの上限まで飲んでスモークを耐えていくと、素晴らしい。これで耐久の準備が整いました。そしてここから耐久勝利です。そしてこれを勝っていくと、今回最後その引き連れんのが見せたので危なかったんですけど、なんとかその敵同士でやれてくれたので良かったと。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。